東京オートサロンはチューニングカーの祭典とも呼ばれるモーターショー。毎年1月第2週の週末に開催されている。日本で開催される三大カスタムカーショーの中で最大の規模を誇り、世界三大カスタムカーショーの一つとも言われる。1983年、チューニング雑誌オプション初代編集長の稲田大二郎が発起人となり、東京エキサイティングカーショーの名称で、 春る東京国際見本市会場東館で初開催した。第5回から東京オートサロンに改名。第10回では、春るの全会場での開催となった。第15回では、有明、東京国際展示場に移動。第17回より、幕張メッセでの開催となる。金曜日は、プレスビジネスデーとなっていて、一般客は午後1時以降の入場となり、 料金が高くなっている。大会名誉会長は政治家で元内閣総理大臣である羽田つとむ。スタート当時は暴走族問題が世間を騒がせ、改造者に対するマイナスイメージが強い中でチューンドカーの市民権を勝ち取るというコンセプトから始まった。その後は愛好家の増加と規制緩和などによりマーケットが拡大し、次第にイベント自体が メジャー化していった。最初は関与を避けていた自動車メーカー側でも東京モーターショーではなく当イベントで新車発表を行う例が見られた。BCNR33 型スカイライン GT-R や BNR34 型スカイライン GT-R やカスタムされることも前提としていた PB や三菱、デリカ D-5 もこれに該当する。また、 d n r 3 4スカイライン GT-R の最終仕様、ヌアーもここでプロトタイプが公開されていた。2000年代以降は自動車メーカーが大規模なブースを設営し、市場調査を兼ねてカスタマイズカーやコンセプトカーを出展している。加えて2015年頃よりメルセデスベンツなど海外自動車メーカーもオートサロンに参加するようになった。また、 純粋なレーシングカーの展示やデモ走行も多く行われており、新年早々という開催時期も相まってスーパー GT やスーパータイ Q などのモータースポーツ活動の体制発表を行うケースが増えている。アジア各国における日本のカスタムカー人気もあり、近年は海外からの来場者が増えている。3日間の入場者数は 1> 第1回の10万3000人に始まり、2015年以降は6年連続で30万人を超えている。若者の車離れが指摘される中で、熱心な自動車ファンが集まるイベントとして存在感が増している。屋内では特設ステージが設置され、元現役レーシングドライバーによるトークショーが開催されたり、イベントコンパニオンによるアピールタイム。各社キャンペーンがある。 イメージガールによる歌唱ステージ、レースクイーンの公開オーディション、東京国際カスタムカーコンテストの表彰式、D1 グランプリの表彰式、チャリティーオークションなどが行われる。ラジコンカーによる協争主催のレース大会、巨書カップ全日本 R、C ツーリングカー社会人、チーム選手権の最終戦も開催された。ABEX の全面バックアップにより、 オリジナル CD のリリース等のほか、所属アーティストによるライブ ABEX POWER s t ー a g e も開催される。特にムーブは2004年から2013年まで参加しており、頭文字 D の主題歌等を演奏していた。解散により2014年以降は不参加。なお ABEX Special s t ー a g e は2015年を最後に終了。翌年からは オートサロンスペシャルライブへと発展し、a ッ e x だけでなく別レーベルのアーティストも参加している。2018年は戦術の A クラスが廃止になった代替として、湘南の風がスペシャルミュージックサポーターを担当していた。屋外では、全夜祭りと題して、サーキット場にて、パワーツーアーと題して、イベント出展車両の総行会が行われていたが、2005年に、 鈴鹿サーキットとの破断により、それ以来開催はされない。2006年では幕張メッセ敷地内の外周路を使い、マイルドセブンルの第一のデモランが行われた。ドライバーは平気小払い年。近年では特設コースにて D1 選手によるドリフト走行パフォーマンス D1 スクエアが開催される。展示者とコンパニオン公式本特集本、特集記事。 富士スピードウェイ、これに代わる後継イベントとして、福岡カスタムカーショーが2010年から2017年まで開催されていた。AB2019 年開催までの社名は、三 a 書房。2008年は、ハンカと表示 AB、3日間のご来場、誠にありがとうございました。東京オートサロン 2020, 2020年3月1日、閲覧。AB 3日間のご来場、誠にありがとうございました。東京オートサロン2019、2020年3月1日、閲覧。AB、3日間のご来場、誠にありがとうございました。東京オートサロン2018、2020年3月1日、閲覧。AB、東京オートサロンの原点は、おしん、東京ディズニーランドと同じ年の第1回東京エキサイティングカーショー。 クリッカー。株式会社 3A。2020年3月1日閲覧。東京オートサロン不良脱し、多彩な、車文化を結集。日経スタイル。https、スタイル。日経 .com、アーティクル。ジャックスムズ2549万3 2 8 98A110C100 万 チャンネルイコール DF2601 億2016万 6491& ページイコールに2020年3月1日閲覧。AB 改造車の祭典東京オートサロンが第2のモーターショー3年連続30万人超えは自動車産業を起爆させるか。産経ニュース。 h t t p w w w s a n k e i c o m スラッシュプレミアムスラッシュニューススラッシュ170121スラッシュ prm1701210030-n2.html2020 年3月1日閲覧東京モーターショー2018公式ホームページの概要にて東京オートサロン2012公式ホームページ 東京オートサロン中止にコロナ感染拡大でサンスポー。com https w w w s a n s p a c o m イのニュース2020万1223ソット20兆1223億1833万 5N1 html2020 年12月23日閲覧東京オートサロン2021 開催中止を発表オンライン会場。バーチャルオートサロンは実施。カーウォッチ2020年12月23日。長光安野。昭和最後の日から平成最初の日にかけて行われた東京オートサロン1989。アメさんからオプションラーメンまで全部見せます。クリッカー。株式会社 3A。2020年3月1日閲覧。 2013年版公式ホームページにて、衝撃事件の革新、不正改造者、裏サロンが激変。街道から消えた、神のナンバーサンスポドットコム2018年1月24日、閲覧。ありがとうございます。